はい、こんばんは、うさです。今夜も始めていきたいと思います。今日始めていくのはこちら、ドラゴンクエスト消し消し。なんとまた始まったのがイベント、ダインの大冒険。これはかなり短かったね、期間が。前なんかやったばっかだと思ったのにまた始まりました。びっくり。まあでも続編になるのかな。はい、魔王軍との激闘、ハドラーの指揮する魔王軍と戦うやつか。はい、まあすごい長いんですよ、今回のこのストーリーが。かつて勇者と呼ばれる世紀の剣士が人々を苦しめる魔王に戦いを挑み、勇者は仲間たちと力を合わせついに魔王の討伐を果たしたという。そのおかげで魔王の手下のモンスターたちもその邪悪な意志から解放され、南東の孤島デルムリン島にひっそりと平和に暮らすようになった。その島でたった一人の人間である少年ダイは、勇者に憧れながらも育ての親の鬼面道士ブレスの下で魔法使いとしての修行をする日々を送っていた。デルムリン島の、そうだ、この間それのやつをやったんだよね。で、続きだな。しかしその平和は突如として破られる。かつて勇者が倒したはずの魔王が復活したのだった。魔王の復活によりデルムリン島のモンスターたちは再び魔王の邪悪な意志が宿る。邪悪な意志はブラスをも飲み込もうとしていたが、そこに勇者の家庭教師を名乗るアバンとその弟子ポップが現れる。ダイは大切な人を脅かす魔王を打ち倒すためアバンの下で修行を受けることを決意する。アバンの厳しい修行の中、ダイは勇者としての第一歩を踏み出そうとしていたが、なんと復活を果たした魔王ハドラーがダイたちの前に現れたのだった。そして魔王ハドラーは恐るべき事実を告げる。展開が急だね。自らは魔王ではなく魔軍司令ハドラーであり、魔王を超える存在大魔王バーンの手で復活したことを。大魔王によってさらなる力を手にしたハドラーを前に、かつての勇者アバンは苦戦を強いられる。決死の目眼鏡を唱え、自らを犠牲に最後の攻撃に出たが、それでもハドラーを倒すまでには至らない。絶体絶命のピンチのその時、ダイの額に不思議な紋章が輝く。ダイは恩師アバンの必殺技アバンストラッシュを放ち、見事ハドラーを撃退したのだった。勇者アバンの犠牲はダイとポップの心に深い爪痕を残すが、いつまでも悲しんではいられない。世界には大魔王バーンの魔の手が確実に近づいているのだ。アバンの意志を胸に、二人のアバンの使徒は大魔王を討つためデルムリン島を今旅立つ。二人が目指すはパプニカ王国。以前にデルムリン島に訪れたレオナ姫がいる国だ。しかしデルムリン島はの小さな船ではパプニカ王国へたどり着けない。そこで二人はデルムリン島に最も近いロモス王国へと向かうが、さてここからなんだよな。まだこれ続きある、もしかして。まだ下ある。いや、ないか。いや、もう結構このストーリーが長くてびっくりしたんだけど。流し読みしてさっきびっくりしたんですけど。はい。まあ、こんな感じでございます。アバンの人たちとの激闘。はい。頑張っていこう。いや、なんか、相変わらずのストーリーすっ飛ばしでちょっとびっくりするんだけど、なんか、落書きかわいいな。結構絵心あるやつが書いてんだ、この落書き。落書きのまま残していいんじゃないのって思うレベルなんだけどね、これね、見てると。はい。魔の森ロモス王国。なんか美味しそうに見えるの気のせいかな。はい。アバンの犠牲もあり、ハドラーを撃退して早いよ。しかし、世界には今、魔王をも超える存在がいる。その名は、大魔王バーン。ダイがついた。ダイたちは、アバンの意志を胸に、大魔王を撃つため、島を旅立つ。パプニカ王国を目指し、まずは、最寄りのロモス王国へ向かうが、向かうがが点々点が多いな。あれ、ダイさんたちいないよ。
文字スライム置いてかれた。船はあるけどどこに行ったのかしらね。これ見えてんのかな、ステイシーとかあの王子スライムのことを。このキャラクターたちは、とまだ間に合うわ、急いで追いかけましょう。プルプル魔物の匂いがいっぱい、大丈夫かなあの嗅覚あるみたいなんだけども、王子スライム鼻がどこにあるんだろうね。ロモスのお城でダメージがいっぱい、はい、ヒントでしたあ、マームだ、マーム、この森の近くのネイルの村のものよって。あれ今もうここで、あ、まあだんだん行くからいいのかな進んでいくからいずれ会うからいいのか。はい、おお、いるわここに。もうこれも名乗っちゃってるわ。うん、まあここ目指すとこだからいいんだけども、はい、クロコダインいましたっていう感じか。道のりこんな感じで、はい、道中おめちゃんもいて、はい、じゃあこれでサクサクとどんどん進めていきますね。で、これが、今回のラインナップでございます。また強敵システムなのね。はい、今度は一番最初多分クロコダイン倒すと、多分このね強敵クロコダイン強が出てきて、この強敵チャレンジにチャレンジできるようになるんだろうなまあなんかさっきから言ってることそのままなんだけど。で初回とご褒あの累計でご褒美がもらえて、それでなんかいろいろアイテムだとかこういったドラ消しとかがもらえるんだよね。うん、知ってる。でも最初いきなりね、立ち上げた途端にねレオナ姫もらえると思えなかったなんかいきなりだったね。まあ、これ多分ねストーリーに関係するっていうか、おそらくなんだけどミッションとかに関係するんじゃないかな。ミッションにレオナ姫うんぬんのがあるんだと思う。前まではなんか結局どっかで宝箱を開けるとか、もしくは道中で手に入れなきゃって、あ、ヒュンケルいる、かっこいい、ドラポン、入手方法ドラポン、え、どういうこと、あ、そっかそっか、ガチャガチャってことね、ガチャガチャ一瞬ちょっとびっくりした。で、台の方は入手方法はてな、多分これまた隠しじゃないのかな。で、マームはドラポン、あ、またこの2人いいところはやっぱり運任せなのね。で、レオナ姫はログインボーナスログインボーナス扱い、うん、嬉しいけど。クロコダインは強敵チャレンジ、え、これは入手方法はてな、どうなってんだろう、と、まあいっか、とりあえず進んでいけばいっか、もうどっかでもらえるのわかるよね。うん、ここはこれはドラ消しの説明ですね。ピックアップガチャってやつだね。うん、はい、これはまた後ほどじゃあやるとして、次はこのミッション、新しいミッションだよ。ミッション、これですね、イベントの方、マームと出会う、クロコダインを倒すレベル42。あ、クロコダインもじゃあガチャガチャ、ガチャガチャじゃないか、あ、強敵チャレンジでもらえるって言ってたっけ。あ、じゃあやんなきゃいけないんだな。で、レオナ姫を、あ、やっぱりあったね、レオナ姫のが、これレベルを上げる。まあそれは多分すぐにできると思う。このフレイザードはどこでもらえるんだろうな。あ、ちょっと調べてみようと思います。で、ですね、ここからはゲームの方はちょっと省きまして、ストーリーの方とか会話の方とかを、流れをまとめていきたいと思います。ここら辺は普通の会話だね。で、ここで1の4で勝ちますと、はい、どこが入る、あ、おささん、ダイさんたち、あそこにいるよ、ようやく見つけたのかなんとか追いついたわね。あら、あの子は誰かしら、え、銃みたいなの持ってるよかわいい。あなたたちどこへ行くつもりだったのなんかかっこいい。ロモスの王宮だよ。そう、王宮ならこの森を抜けたところだけど、もうすぐ日も落ちるし、私たちの村に泊まっていったら、ほんと、それありがた
はい、ちょっとこっち来いって。ポップ。え、あれ？もしかして、あ、やっぱりここで会話止まっちゃうんだ。そうだよね、会話がこんなに長く続くとも思えないね。はい、次でこれだね。あんな女に構わずさっさと行こうぜ。おーい。王宮のもてなしとチンケな村のもてなしじゃ。ひでえ。比べもんにならねえよ。おい、ポップ聞こえるぞ。全部聞こえてるわよ。そりゃね。あわわわわ。かわいい。でもまあ、こうやってまあ進んでいくんだけども、でもやっぱり結構細かいところとかが意外と、はしょられちゃってて。さて、来たぞー。ここまで来たら、今度はこれか。ようやく来たか。待ちかねたぞ。かっこいい。我が名は、獣王、クロコダイン。かっこいい。魔軍司令ハドラー様が指揮する、6つの軍団の一つ。110魔団の軍団長だ。漢字多いね。ダイって、どうして俺の名を、本当にどうしてだろう。ハドラー様の勅命によりお前を撃つ。ずっと苦しんでる。あそこにいるのってブラスさんじゃ。なんか微妙に本当に細かいところがスパスパスパーと抜かれちゃって話が進んじゃってるので、ちょっとなんでって思ってしまうところが多いんですよね。そしてヒントを挟んでくる王子スライム、なんか顔が全然苦しんでなかったり。はい、ここら辺の会話あとは一緒だね。まあじゃあ行ってみましょうか。でちょっとね、これは強そうだけど、一番最初の方のステージ1のボスだからまだ楽勝かな。楽勝って言ったらあれだけども、かっこよく書かれてんな。はい、まあかっこいいんだけどね。はい、ですね、相変わらずの鶴と樽が邪魔をしてるんだけども、今回のボスのクロコダインは全然動かないから、まあまだ楽かな。いや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 、でもあ、狭いな。 3×3 9マス取っちゃってるから、意外と幅利かせてて、連鎖とはおこがましいのですが、するにはちょっと狭いな、おい。連鎖、あれ1914のダメージでやっつけちゃった。いや、ちょっとまあ柔らかすぎませんか。ちょっと想像してたより柔らかかった。おかゆみたいな柔らかさでございました。びっくりした。連鎖するとか言ってて、連鎖するまでもなかった。手を下すまでもなかった。こんなんあり。はい、ということで、あっちゅう間に倒してしまって進んでしまいます。ステージ1のボスクロコダイン撃破。落書き消しちゃうの、もったいない。かわいいぞ。私結構好きなんだけど、この落書きの絵。はい、ということで次のステージに行ける。あ、何あれ、なんかいきなり喋り出しちゃったんだけど、アバンストラッシュ打っちゃってる。グハー。あ、またグハーだ。あれ、見事な技だ。俺の負けだ。お前たちのような相手に敗れたのであれば全く悔いはない。むしろ誇るべきことだ。かっこいい。さらばだ大、勇者は常に強くある。かっこいい。まあ私かっこいいしかないんだけども、あれ生き返ったよ。生き返ったわけじゃないんだけども、会話が続いちゃってるのがちょっとね。あ、コインもらえた、よかった。これでまあわそっと。はい、ということで次のステージに進めるんだな。で、うわー、これ
白目向いてるぞ。まあ白目が多いんだけど、パプニカ王国地底魔女、はい、ステージ2のところにやってきたんだけど、ロモス王国では激闘を終え、ダイたちはついに目的地であるパプニカ王国へと到着した。しかし美麗で名高い港町は見る影もなく、辺り一面が廃墟と化していた。遅かったね。はい、レオナ姫の無事を確かめるべく王女へ急ぐ台だったが、あ、顔なしみたいになってる。レオナ、まあひでえやこりゃ。台には悪いけど生き残りはいねえだろうな。一言多い。あれ、プルプル、なんだか誰かに見られてるような。おじスライム感がいいのかな。おお、ここで出ちゃう。なんかカットインしてきたよ。パプニカもプルプルだったね。レオナ姫さんは無事かなって。どうなんだろう、これずっと行くと。あら、まあ可愛い。あー、いるね。はい、ヒュンケル、アバンの使徒どもよ、俺が貴様らにふさわしい死に場所を用意してやろうって言ってる。ということで、今回はドラクエ消し消しイベント大の大冒険の方を続きやっていこうと思ってます。ただいまステージ1の方の、ボスクロコダイン倒したところでございます。ステージ2の方へ移っていきますので、次回ステージ2の方の、動画の方も楽しみにしていただけると嬉しいでございます。まあなんというか趣味で撮ってるような感じなんですけれども、お付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では今回はこの辺で終わりにしますね。またお会いしましょう。